ユーロスター国際列車とは国境をまたいで2カ国以上を営業を運転する列車である。ヨーロッパには数多く存在し、アジア、アフリカ、北、アメリカなどにも存在する。ここでは特に断らない限り旅客列車の国際列車について記述する。列車が国境を越えるためには一般に出入国管理の手続きが必要である。これにはいくつかの方法が存在する。一つは、 それぞれの国の領土内の国境手前にある駅を国境駅とし、出国時はまず国内側の国境駅で旅客に対する出国審査などが行われ、列車の国境通過後に相手側の国境駅で入国審査が行われる。また、国境の一方側の駅のみを国境駅とし、出国と入国の手続きを同時に行うこともある。手続きは車内で行われることもあるが、 一旦乗客全員が列車から降りなければならないケースも存在する。また、国境駅を設けず、もしくは国境駅を通過する列車で、国境から離れたターミナル駅での乗車、下車の際に手続きを行う例もある。夜行列車で夜間に国境を通過する場合には、車掌がパスポートなど必要書類を預かり、乗客が寝ている間に手続きを行うこともある。 ヨーロッパの宣言協定加盟国総合間では、出入国手続きは原則として不要である。これ以外にも出入国管理が事実上、行われていない例もある。国際列車は、二つ以上の国をまたがることから、各国の車両が混合して連結されていたり、二つ以上の言語による、車内アナウンスが行われたりするなど、いわゆる、国際色が強い。また、 食堂車を連結している列車では、途中駅で食堂車の付け替えを行い、運行国が変わるごとに、それぞれの国の食堂車が連結される場合がある。多数の国が国境を接し、古くから鉄道網の発達しているヨーロッパでは、高速鉄道や長距離や高列車から、ローカル線や通勤列車に至るまで多様な国際列車が運行されている。高速鉄道、編集、 タリスその他の長距離列車、編集ユーロシティその他多数、その他、編集など、またかつて運行されていたが現在では廃止もしくは他の事業者列車種別に変更された国際列車として、国際信頼者会社、ミトローパの列車群やトランスヨーロッパエクスプレス、オリエント急行がある。東アジアでは長距離の国際列車がいくつか運行されている。 東南アジアではタイからシンガポールまで線路がつながっており、この経路で国際列車が運行される。また、2009年3月からは、メコン川に架か,かるタイラオス有効橋を渡る鉄道が開業し、1日に往復、下記の国際列車がタイ国有鉄道により運行されている。インドとパキスタンは長い国境で接しているが、陸上で通過可能なのは1カ所のみである。 トルコとイラン、シリアの間に国際列車が運行されている。また、トルコは2017年にアゼルバイジャンとジョージアの2カ国と共に b k t 鉄道を開業しており、南高カーサス地域にも国際列車が運行されている。内陸国と海を結ぶ形の国際列車がいくつか運行されている。アメリカ合衆国とカナダの間には国際列車が数系統存在する。 アルゼンチン・チリとその隣国との間に、いくつかの国際列車が運行されている。この他にも廃止された、国際列車として、以下のものが挙げられる。王国の鉄路大鉄道の歴史 P337、スティームサファリ、アフリカン・アニマル、スポッティング、オン・ワールズ・アイム・オリジナル・サウンド・トラック・ラクシャー・リアス・トレーン。CNN、2018年6月23日閲覧。 https www.haffentonpost.com ロークトラビル11メモラブルトレインジャーニーズ B8373936HTML ハフポスト2018年6月23日閲覧エビーボリビア側は別名の列車が同じ区間で運行を継続1993年以降はアルゼンチン側のみの運行 現在は、チリ側のみの運行、ありがとうございます。